先週25日、投資詐欺に遭った被害者4人が神戸地裁で訴えを起こしました。訴えた相手は Facebook などを運営するメタ社の日本法人です。世界中の投資家が今が FX でトレードをするベストタイミングだと考えています。この広告、一見本人が投資を呼びかけているように見えますが、実は偽物。著名人の成りすまし広告を入り口にお金を騙し取られた人が全国で相次いでいます。詐欺に遭った時にやっぱりちょっと死をよぎったぐらい、本当に辛かった。無断で名前や写真などを使われた著名人はメタ社に対し怒りの声を上げています。削除しろ削除しろってもう1年以上言ってるんですよ。ずっと一点でもそういう広告出しちゃダメだと思うんですよね、プラットフォーマーさんとしてね。 SNS に蔓延する著名人の成りすまし広告、そこから始まる投資詐欺の実態とは。関東地方に住む30代の A さん、妻と子供の4人で暮らしています。投資とか積立NISAとか、まあ、投資をやっていかないと、まあ、今の、ね、給料では、まあ、とても食べていけないっていうか、まあ、もっと家族にいい環境を提供してあげたいと思ったのがきっかけですね。将来の生活に不安を抱えていた A さん、投資に興味を持ち始めた去年9月、 A さんの Facebook にある広告が流れてきました。前澤直伝お金論、財産の増加を実現するお手伝いをいたします。見逃さないでください。最初の広告の謳い文句が、まあそのまあ、著名人の方が出ていて半信半疑だったんですけども、最初 A さんは流れてきた広告にアクセスしたところ、実業家を語る人物から LINE グループに招待され参加しました。投資に関する情報が日々届くようになり、 AI の自動取引ツールで資産の運用ができるなどという謳い文句に惹かれ、投資することを決意しました。1ヶ月、まあ、1000ドルでから始められます。次に進むか、やめるかっていうのは、まあ、ご自身で考えてくださいみたいな、まあ、最初はそんなんだったんですけど、15万円を振り込むとすぐに年利 8%、 1万2000円以上の儲けが出たと連絡が。そして実業家のアシスタントを名乗る別の人物から、利益が規定に達したのでさらなる投資をしないかなどと話を持ちかけられました。ちょっと僕は、まあ、欲が出てしまって、当時のレートで150万ぐらいだったんですけど、まあ、150万、まあ、最初突っ込んでしまって、まあ、周りにはね、怪しいよ気をつけなとは言われてましたけど、もうちょっとした洗脳状態にはあったと思いますね。その後も利益が出ているなどと連絡を受けていた A さんはその言葉を信じ、3ヶ月でおよそ1100万円を振り込みました。そして年末になりお金を引き出そうとしたところ、思わぬ出来事が。利益を得た場合、運営費を支払う責任があります。運営費としておよそ300万円要求された A さん、それ以上の儲けが出ていたので振り込んだところ、今度は海外から振り込むのに別のお金が必要と要求されました。不審に思った A さんは警察に相談、詐欺だと発覚しました。総額1400万円は今も戻ってきていません。いや、もう本当になんていうんですかね、どん底のどん底ですよね。家族を路頭に迷わすわけにもいかないですし、必死にちょっと、まあ、家族
身内にちょっと頼って、まあちょっと工面してもらって、今はなんとか成り立って、まあ、成り立ってはいないですけどね、まあ、なんとか生活はしてますけど。警察庁によると、 SNS 型投資詐欺による被害は去年1年間で2271件。この手口は去年の夏頃から急増し、被害額はおよそ278億円にも及びます。 IT ジャーナリストの三上さんは、国内で注目されている話題が手口に利用されると指摘します。彼ら国際的な犯罪グループは、収益さえ上げられれば何でもやる形です。社会的に話題になっていること、特に今回は投資熱、株高ということに合わせて、詐欺グループも手法を変えているんだと思います。西日本で家族3人と暮らす主婦の B さんも、詐欺グループに1200万円を騙し取られました。お金は子どもたちの教育費などにと貯めていたものでした。買いたいものも買えないし、言ってあげることもできない。それが悔しいです。毎日不安を抱えながら生活をしているという B さん、被害に遭ったことは未だ家族に伝えられずにいます。正直も詐欺に遭った時に、やっぱりちょっと死をよぎったぐらい、もう本当に辛くって、でもここで私がね、あの死を選んだとしても、子供たちを置いていくことができなくて。実業家前澤友作さんのなりすまし広告から投資を始めた B さん、徐々に大きなお金を振り込むようになった理由には、詐欺グループのある手口がありました。アプリって残ってたりするんですか？残ってます。詐欺グループからインストールするよう指示されたこちらのアプリ、株や FX の取引が表示され、実際に日経平均株価などの為替レートも映し出されています。575ドルプラス、そうです、青色がプラスで赤色がマイナスで、常に動いてて、 FX は初めてだったし、動いてるし、これが普通だと思って。 B さんはおよそ300万円を入金し、アプリ上ではおよそ6倍の利益が出ているように表記されていました。金額が多い方が利益が出ますよって言われて、こんだけ増えてたらでも続ける気持ちにはなりますよね。欲望をその利用された感じですね。B さんを信用させたこのアプリに表示されている数字、実は偽物。株の値上げや値下げを詐欺グループ側が操作し、利益が出ているように騙していたのです。こうしたアプリの悪用は詐欺グループの主な手法として用いられていて、近年闇サイトではアプリの作り方などが流通しているといいます。警察庁によると、 SNS 型の投資詐欺の入り口となっているのは、メタ社が運営する Facebook や Instagram が中心です。総額1200万円を騙し取られた B さんは、なりすまし広告を掲載したメタ社に憤りを感じています。広告そのまま何も規制もなく載せて、でそれを見過ごしてるメタ社に対しては本当に許せないんで、それがなければ詐欺に遭わなかったと思うし、信じなかったと思うんで。こうした状況に、なりすまし広告に利用された実業家の前澤さんらは、
自民党に対策を求めました。僕も被害に遭ってますし、とにかく皆さんが詐欺被害に遭われてますので、一点でもそういう広告出しちゃダメだと思うんですよね、プラットフォーマーさんとしてね。IT ジャーナリストの三上さんは、プラットフォーム側のチェック体制に問題があると指摘します。今回のような著名人、有名人の投資詐欺広告っていうのは、それが本物なのか偽物なのかということをメタ社は判別できていない。端末 IP アドレスといったデータから犯罪グループが使ってるであろうアカウントを削除していくというだけでかなり改善されるはずです。16日、メタ社は声明文を発表。著名人の成りすまし広告については禁止しているとした上で、世界中の膨大な数の広告を審査することには課題も伴います。産業界、そして専門家や関連機関との連携による社会全体でのアプローチが重要だと考えます。こんにちは、私ゼンザクユーサは日本人に高収入をもたらす新規の投資プロジェクトをご紹介したいと思います。今後技術が進歩し、さらに被害が拡大していくとみられる SNS 型の投資詐欺、自民党はSNS 事業者からヒアリングするなど、法規制も視野に検討を始めました。なぜこういう広告がなくなっていかないのか、法の規制等々も当然視野に入ってきます。投資詐欺で1400万円を騙し取られた A さん、他の被害者と一緒にメタ社の日本法人に対する集団訴訟に向けて準備を進めています。ちょっとみんなそのやっぱり未だに思い出すと辛いっていう人もいまして、ましてや家をね手放してるって人もいまして、泣き寝入りはしたくないっていうメンバーが集まってますんで、そこで戦っていくしかないのかなって今そういう気持ちですね。